ジョーダン・ブラウニーンガーは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、男性フィギュアスケート選手。2004年世界ジュニア選手権3位。オハイオ州のシンシナティに生まれ、セルゲイ・グリンコフの影響で5歳でスケートを始めた。スケートを始める前は、アイスホッケーをしていたという。スケートを始めた当初は、ペアスケーターとして活動していたが、やがて男子シングルへ転向した。 2002から2003年シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦。2003年全米選手権、ジュニアクラスで2位となる。翌2003から2004年シーズンには JGP メキシコ杯で ISU ジュニアグランプリ初優勝を飾った。2004年全米選手権にはシニアクラスで出場し、10位に終わったものの2004年。 世界ジュニア選手権代表に初選出された。世界ジュニア選手権では予選で5位となったものの、ショートプログラムとフリースケーティングで追い上げ、総合3位となり、メダルを獲得した。2004から2005年シーズン以降も、国際大会にはジュニアクラスに参戦を続けたが、表彰台に立つことはなかった。2005から2006年シーズンをもって引退し、 プロフィギュアスケーターに転向。ありがとうございます。